一番うまいぞ。あ、マジっすか。こんな刺激的な食べ物って、いや、ないですよ。すする TV ずるーずるどうすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、本日ね、もう何回来てるか分からないぐらい来てる、蒙古タンメン中本の本店、こちらです。どん東武東上線上板橋駅から徒歩1分のところにあります蒙古タンメン中本上板橋本店さんにお邪魔してます。まあ、蒙古タンメン中本ね、結構いろんな店舗に行ってるんですけど、この上板橋本店に来るときはやっぱりコラボ会ということで、本日こちらの方を呼びしてます。お願いします。どうも、オムライスさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めまして。本当初めまして。爽やかっすね、マジで。ありがとうございます。なんでラーメンの会に僕なんですか？いや、ラーメンの会だから呼びました。あ、そういうことですか？いや、意味わかんないです。意味わかんないです。思ったんですよ、ちょっとオムライスを提供するラーメンスが一応あってなんですけど、まあ、お兄さん、あの中本行ったことないって話だったんで。行ったことないですね。ですよね、はい。でも結構辛いのいけるらしいじゃないですか。辛いのいけますし、あのコンビニでありますよね。あ、カップ麺の、はい、カップ麺の方、はい、そっちは食べたことあるんですけど、本店さんはないです。あ、そうなんですね。はい。じゃあもうちょっと今日初の、まあ、中本デビューデビューですっていうことですよね。はい。なんでちょっとぜひ、あのがっつり中本ハマっていただいて、オムライスやめることになるから今日でオムライス引退ラーメンの良さを知ってしまう可能性ありますね。ちょっと一緒に中本進んでいければと思うんで、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速進んでいきましょう。レッツゴーレッツゴー。さあ、蒙古タンメン中本上板橋本店さん、まずは白根高谷マネージャーから説明をしていただきつつ、メニューを決めていきましょう。はい、蒙古タンメンの辛さを抑えめ、辛がおすすめですね。上にかかってるからし麻婆がめちゃめちゃ辛いんで、それをあの、まあ、だいぶマイルドな、なるほどなるほど、麻婆に変えることができます。でもあれらしいです、オム兄さん、あのココイチの10辛とかぐらいだったら食べれるらしいです。食べれます。え、じゃあ北極余裕北極と比べてどうですか、辛さ。ココイチの方が、なんなら辛さで言ったら、北極って結構その甘みもあるじゃないですか、旨味と。あの刺激耐えれるんだったら北極食べれるかもしれないですね。でも美味しく食べたいんですけど10辛はダメだった。10辛でもあの我慢して食べてる。あ、なるほどね。じゃあ最初はじゃあ蒙古タンメンノーマルぐらいから。まあまあ確かに上手かもしれないです。手脂バターとかちょっと心配だったら、うん、マイルドになってね、また旨味がグナー上がるんですよ。はいはいはい、そうですね。背脂入れると結構本当辛さマイルドだって食べやすいですね。じゃあ個人的おすすめ、なるほど。チャーシューもいってきますか。チャーシューもいってきましょう。はい、わかりました。ありがとうございます。え、僕ラーメンでもいいですか。何でもいいです。何でもいいですか。ラーメン、じゃあ僕ラーメン食べます。はい、じゃあラーメン。ラーメン初めて聞いた。ラーメンです、はい、卵、はい、じゃあ僕絶対これでしょ確かに僕が頼むべきでしょこれ。いやいや、ラーメンでそんなに辛くないんですよ実際。蒙古タンメンか北極ラーメンがやっぱ一番有名なメニューなんですよ。有名な2つのこれ、はい、でも意外とラーメンも美味しいっていう。今度なんかチャレンジしてみてください。これを機にちょっと行きつけになります。え、ぜひぜひ、はい、じゃあ僕はラーメンと背脂でいきます。ラーメンチャーシューも一番いいですか。じゃあチャーシュー、中本のチャーシュー美味しいんで結構。じゃあちょっとそれでお願いします。はい、わかりました。お願いします、はい、お願いします。ということで、オム兄さんは蒙古タンメンで、すするは味噌ラーメン、それぞれ背脂とチャーシューもお願いしました。健康診断とかどうなんですか。あ、健康診断ね、一応毎年あの A 判定で来てるんですよ。あ、じゃあラーメンってそこまで体に悪くない説が。まあその食べる量にもありますよ。僕年間で630とか食べるんですよ。去年630パーぐらい食べてて。致死量じゃないですか。もう完全にもういかれるじゃないですかそんな、はいはいはい、だからその分、まあ、運動したりとかラーメン以外を切り詰めるみたいな。あ、なるほど。大丈夫かな、僕あのライライ亭が一番好きって言ってるぐらいミーハーなんですけど。でもライライ亭うまいっすよ。僕も好きっすよ。今週でも僕ライライ亭行くんですよ。あ、マジですか。あの琵琶湖この間のイベントに突していただいたんですよ。え、マジですか。そうなんです、ケチャップのイベントで。え、いきなり来たんですか。いきなり来て、あの琵琶湖くんって名乗らずに帰ってきました。覆面調査員。え、じゃあ別にさすがにあの被り物とかせず普通の状態で。普通のイケメンでしたよ。めちゃくちゃイケメンやった。琵琶湖くんね、顔かっこいいですよね。結構かっこいいですよね、本当に。オグ兄さんってなんかあのショート界隈みたいなの全部に顔出してるじゃないですか。あー、そうですね。もうそうですね、すごいっすよね結構。あ、ありがとうございます。いや、結構見てます。あの本当ですか。なんか嫌でも出てくるんで、本当。そう。嫌でも出てくるんですよ。ショート動画ってもおすすめで流れるんですよ。あ、そうですね。そのぐらい本当。そうなんです。まあちょっとこの後ね、あのオムニーの家に行って、あ、そうです。ちょっとオムライスも作っていただこうかと思って。そうです。画面つくショートも撮られるという。画面つくとか言われる。いいでしょ。画面つく撮らせてくださいよマジで。むしろショートを撮りたかったんですね結構。あ、なるほど。むしろむしろ。でもせっかくオムニー行くだったら、ちょっとラーメンも一緒に行きたいなと思って。でもロング出れるのめっちゃ嬉しいですよ。あ、本当ですか。ユーチューバーさんにその認められた感があって。あ、なるほど、ね、嬉しいですよね。ロング全然ロングでしょ。ロング出てほしかったっすよ。本当ですか。ラーメン来るまでにこんなトークするんですね。普段はもう本当サッと、うん、もう来るまで俺もうマジで空間見せてぼーっとしてるんで、は
はい、基本一人で撮影してるから編集大変ですよ今日確かに喋ること結構多くなってるからね本当にやばいかもしれないヒカキンさんそのラーメン出されてるじゃないですか あやってましたねあれについてどう思われるんですか、まあ、ふざけんなよあんま言わん方がいいそうそうそういやでもいやでも本当あれですそのヒカキンさんの味噌菌と同じタイミングで、はい、僕のカップ麺も出てるんですよ実は出されてるんですか実は僕もでもほら知らないじゃないですか知らないんですよ書き消されてるんですよ味噌菌にヒカキンさんそろそろ道譲ってもらっていいですかしずるさんにあの、ね、ラーメン界にも進出してこられてるからいやでもね味噌菌のおかげでやっぱ盛り上がるんですよ一気に味噌菌が発売だっつってあそっかそっかそうで味噌菌買えるとも結局ないみたいなその時にシャーレーナスのやつ買うかみたいなそういう感じで買ってくださってる方も結構いるんで本当にありがとうございますでもコアな方は本当に買われますもんねあそうっすね割とそうですよねこの後ちょっと買いに行かせていただきますあマジっすか売ってたらそうね売り切れなければいいんですけどね人気ですもんね言ってもいやでもね味噌菌に比べ味噌菌がちょっと異常な人気異常です、ね、本当にそう普通その1ヶ月とかで売り切れたらめっちゃ売れた方って言われてるんですよ言われますカップ麺って、うん、もう3日とかで全部売り切るじゃないですか味噌菌って1日でなくなりますもんあじゃあもう最近やったらねね最近やったらいやヒカキンさん次オムライス出したら僕も黙ってないですからオムライスやめてくださいプロデュースのオムライスヒカキンさんプロデュースのオムライスオム兄さんめちゃくちゃ話しやすい人だなと思いながら話し続けていたらトッピングに続いてラーメンも到着しましたよこちらが蒙古タンメン中本上板橋本店さんの味噌ラーメンですわほーい真っ赤なスープやスライス卵の中心にはどっしりと肉に野菜が盛られておりどう刺激してくるのか楽しみオム兄さんの蒙古タンメンもこれぞ中本といったビジュアルでやっぱりいいなと思いつついただきますいただきましょういただきますかかってない方からあそうっすねで徐々にこうなんか混ざっていくのを楽しむみたいなのがいいかな、うん、すするおいいねスープうまおおよかったマジで中本ってねスープとかのクオリティ結構高いんですよ、うん、辛いラーメン屋さんっていうイメージがあるから意外とね、うん、スープがちゃんとコク深くてうまいんですよ全然こっち側は辛くないですなんか辛み成分みたいな感じるんですけど、うん、旨味成分が強いんで、うん、そうそうそううまっおむにさんって料理とかやってたんですかもともとそういうわけじゃないですか、うん、大学で一人暮らし始めてその時の自炊レベルです、うん、あそれであのオムライスやっぱできちゃうオムライスは TikTok 始めた時にもう死ぬほど練習してそれでもうガチってもうガチですごそうなんですそれこそもうこんな感じでいろんなオムライス屋さん行って、うんうんうん、味聞いたりとか何使ってますかとかそうなんですねすごいそこ効果音じゃないんですねオムニーがやってくれたんでやんなきゃなと思って本家やぞみたいなこれが本家だぞみたいな野菜がね、うん、シャキシャキすぎるの僕苦手なんですけど、うんうんうん、ふにゃふにゃすぎず間ぐらいなんですよちょっとくたってるのがいいっすよね、うん、っ味染みてる感じね、うん、めっちゃうまいな、うん、猫舌なんですよ僕いや僕もそうなんですよラーメン向いてます全然向いてないんですよ俺ほんとぬるいラーメン好きですから俺、うん、年齢層で言ったらどれぐらいなんですか視聴者さんスルキンギで言ったら、まあ、25から32ぐらいのところが一番のボリュームゾーンなんですよじゃあ僕らと同い年ぐらいの方があそうですねプラマイ5ぐらい見られてたそれ逆なんですよもうだから6歳とかなんですよ見てるのがえそんな若い子見てるんですかそうオム2の視聴者は6歳から12歳なんですそうなんだそうなんですよすげえな子供たちがオムライスを作る動画を見て見てるし宿題が多いとか言いますよなるほどねそれ学校で流行ってるんですねそうなんですそうなんだ確かにそこ流行る理由めっちゃ分かるな、うんうん、なんかエンタの神様とかあったじゃないですか子供の時、うん、あの時 その芸人さんのギャグをやるみたいなノリが今の小学生で流行ってるみたいです、ね、もうそれから YouTube とかもう TikTok とか映ってるってことですねみたいですねすげえ時代だテレビ見ないですもんね今の子は確かにうまいうまいなやっぱ中本はちょっと辛い方いっていいですか、うん、見てくださいこれマジで見てくださいいただきますあちょうどいいですあちょうどいいちょうどいいよかったうまっ太麺のお店で多分一番うまいですあマジっすか僕の中でおおめちゃくちゃうまいすくんさんは太麺派ですか、まあ、ラーメンにも言いますけど、うん、好きなのは多分太麺ですね僕もああ僕細麺派なんですけどこの太麺めちゃくちゃうまいですおおよかったよかったうんモミは別に普段そんなめっちゃラーメン食う人じゃないですよ多分そうですね、うん、どっちかというと健康しくないですよ僕あすいませんマジでいや全然すいません違う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 違
体に悪いみたいな。確かに今完全に俺もそれそっちのポジションでしたから。自分では食べないんですけど、人との付き合いでは食べたいんですよ。あ、そうなんですか。お酒もそうで自分では飲まないんですけど。なるほどなるほど。飲みの場に行くとめっちゃ飲むみたいな。中本はでも多分ラーメンとして食ってない人も結構いるかもしれないです。もう中本という食べ物というか、うん、野菜がめっちゃ入ってるから、うん、プラマイゼロです。確かにヘルシーかもしれない。結構タンメンヘルシー、うん、すすりくんの食い方めっちゃうまそうなんだよな。めちゃくちゃうまいっすよ。めっちゃうまいっすよ。ありがとうございます。はい、すするくんからめっちゃうまいいただきました。ありがとうございます。すする、うまい。オムニーからうまいいただきました。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。すごい。これでもつけて食べていいんですか。あ、忘れてた。背脂、うん、結構これたっぷりちょっと。うわ、罪悪感を感じる。すみません。いや、すみません。やめてください。そのくだりやめてください。いい感じに編集してください。じゃあいただきます。いただきます。うん。一杯でどんだけ楽しませてくれるんですか。いや本当にすごいですよ、マジで。超うまい。ちょっと。これをもう貯めといて、ラーメンアキネーターみたいなやってるんですけど、うん、ショート動画でアキネーターって僕が考えたみたいになんかなってるっぽいんですけど、じゃなくてあれはなんかグミのアキネーターみたいなのやってるユースケ TV って人がいたんですよ。その人がやってるのをこれちょっとラーメンでもいけるんじゃないと思って僕ら取り入れてやったんですよ。はいはいはい、はい、そしたら結構それがバズっちゃって、うん、今多分ユースケ TV もグミのアキネーターとかやんなくなっちゃって、一回コラボしようって送ったんですけど、はい、いやちょっとコラボはみたいな。絶対恨まれてます。100%。マジですいません、ユースケ TV。 本当に申し訳ない。オムニーは全然、辛さ的には大丈夫そうですね。全然良い。蒙古タンメン、うん、いや僕も鍛えられたんですよ、中本に。僕もともとは蒙古タンメンでヒーヒーしたんですから。痛覚診断ですよ。人間として機能してないんですか。通うたびに痛覚がね、どんどんやられてたんです。でも猫舌は治ってるんですよ。あ、猫舌は今のそのまま。ちょっと背脂依存症になってきましょう。うまいですね、うまい、本当に。うまいラーメン屋さん、大体この味すると思ったら背脂なんですね、正体。そうそう。あ、でもそれありますよ、多分、うん。動物系の旨味をこうふんと上げる、うんうん、豚と鶏ってね、絶対なんか超えられないうまさみたいなのがあって、そこに魚介乗せるとまたうまくなるみたいな。確かに豚のその風味が強いんですけど、奥行きになんか鶏を感じるんですよ、ね、うまみみたいな、うん、こちらがありがとうございます。北極スープになる。うわー、これ入れると、うん、だから結構北極の味になるというか。どういうことですか。北極、そうですね、あの北極ラーメンというこのお店で。そう、北極の氷とかじゃなくて、そう、白熊しか出てこないんですよ。あの北極ラーメンっていうこの店では一応一番辛いラーメンがあって、はいはいはい、まあ、その味を一応この蒙古タンメンにも入れることができるんですよ。味変みたいな感じで二大巨頭が合わさるんですね。あ、そうです、そうです。なるほど。こういう味変できるのも結構面白いですよ。これどうやって入れるんですか。ガバって、あ、ガバって、まあ、ちょっとずつあのレンゲとかで入れてもいいですよ。あ、レンゲで、はい、全部入れると結構辛いんですよ、これ。これ豚さんですか。あ、そうです、豚肉が多分。豚肉が単体で一回ちょっと味見してみたら。確かに、はい、すする。そこまで辛いわけじゃないんですよ。いけるんだ、うん、うわ、マジか、すごい、すごいっすね、うん、味覚診断かな、僕。オムライス食べ過ぎて。オムライス死ぬ要素ないだろ、マジで。うまっ。うめぇ。全然いけます、うん、あ、すごいわ、マジで、強い辛さ。辛いだけじゃないですよね。辛さの中にやっぱあるんですよ、旨味がある。それがないと意味ないんですよ。うん、それをしっかり理解してるのがすごいわ。デスソースはダメっすね。ダメっすね。辛いだけじゃねえ。え、これ何が入ってるんですか、中に。あ、企業秘密。中本結構企業秘密多いんです。なるほど。これまた来たくなりますわ。いや、ほんまに飽きない、飽きない。結構脳が覚えちゃうタイプのラーメンなんですよ、うんうん、あたかも常連のように来ていいですか、次。どうぞ、いつもので行ってください。自分で行ってもらったので。うちはもう本当にとことん優しいんで、うんうん、いや本当優しいですよね、中本って。ちょっと券売機で迷ってたら、うん、すぐ足突っ込んでくるから。東京やのにローカル感がすごいですね、本当に。確かに確かに。本店は特にね、ローカルタウンなんで、そもそも。あ、まあ、ここ自体がそうですね、うん、割とよかった、オムニーに認めてもらえて。めちゃくちゃ確かに。そうですよ、忖度ないですからね、僕、うん、案件とかないんで。とすれさん忖度するかもしれないですほら。
酷評見たことないですね。酷評はしないです。しないです。まずいとか僕は言わないですけど。なんて言うんですか、まずは。なんか優しい味ですね。めちゃくちゃそうなんですよ。優しい味は結構ね、みんな使ってると思いますよ、そういうグルメ系の人はやっぱ。誰も傷つけないぞ。いや、そうですね。好きな人にはたまんないですって言うらしいです、ね。そう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 、ね、そういうの結構ありますよ。逆に美味しくないことってあります？いや、ラーメンはね、ほぼないんですよ。ないですよね。基本やっぱ結構味する食べ物じゃないですか、うん、味しないラーメンはあんま好きじゃないですよ。たまになんかまあそれそうですね、薄くて優しすぎるというか、うん、基本やっぱ味が濃い食べ物なんで、はいはいはい、やっぱまあ美味しいのが大半なんですよね、うんうん、俺逆にまずいラーメンも好きっすもん。どういうことですか？あの、いや、薄いのは好きじゃないですよ、味が、うん、でもまずいラーメンはなんかその強烈な個性があってまずくなってるじゃないですか。ああ、なるほど。挑戦した感が。あ、そうですそうです。なんか攻めてんなみたいな。そういう意味では結構まずいラーメンも好きなんですよね。なんか店主のその挑戦が好きなんです。はい、そうですそうです。もう自分でやってるなっていう感じが、他にはないものを作ろうとしてる感が、はい、結構好きで。ちょっとピー入ると思うんで店舗名だけお願いしていいですか？旭川の八屋ってお店がすごいですもう一回食べたいなってなってるんですよ、もう。旭川の八屋さん、はい、カノックスターさんとコラボした時に、うん、あのカノックの動画でなんかそのまずいラーメンあるって聞かれて行ったら、うん、そこの部分切り抜かれてめっちゃ炎上しました。ちゃんとでフォローしてた。フォローっていうか、うん、もうマジでもう一回行きたいなと思ってるんですよ、うん、本当に。それな、他の方からも聞いてて、うん、あのガソリンみたいな味するよっていう、でもガソリンみたいな味するけど、それがなんかハマって抜け出せなくなるみたいなことを言ってて、ラード焦がしてるから、もう多分そのガソリンみたいな、ラードの匂いが、はい、不思議ともう一回食べたいなって僕なってるんですよ。1950年とかある店なんですよ、めっちゃ歴史ある店だよ。この背脂何入れても多分うまいっす。全部合うんですよ。全部合うと。中本のスープも結構ね、何しても合うんですよ、うん、本当に。本当にそうだと思います。何しても合うんですよ。中本のカップ麺でオムライス食ったことがあります？あ、ないです。あ、ないですか？ないです。いや、ね、やってみてもありそうっすね、なんか。炎上しそうなんですけど。めっちゃこだわってるって聞きました、僕。カップラーメンはカップラーメンなんで、自由に、はい、あ、うん、そうなんですか。コンビニ側が歩み寄って出させてくださいって言ったんですよ、うん、最初はもうずっと断ってたんですよね。それテレビ見ました前。開発に 2,3 年かかってました。あ、そんな時間かかってて、うんうん、すごい。これじゃダメだ、こうしろ、あしろっていう、うん、何十回かあって、うんうん、これだったらっていう。あ、すごいっすね。2年も来るの嫌ですね。確かにね。すごい。確かにめっちゃ通い詰めて通い詰めてみたいな感じで。話もまだまだ盛り上がっていますが、オム兄さんは背脂ディップにハマってくれたようで、おすすめした甲斐があったなと思いつつ、大満足で完食です。大変美味しくすすれました。やっぱり中本はうまい。一人でも中本ファンを増やせて、すするも一ファンとして嬉しいです。それではごそれ、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。蒙古タンメン中本上板橋本店さん、オムニーさんと行ってきたんですけども、いや、うまかったですね。うまかった。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。普段僕は食でもね、この年になるとテンション上がることないんですけど、うん、久しぶりにテンション上がりました。お、よかったっす。いや、マジでマジで本当に。いや、確かに意外とこんな刺激的な食べ物っていや、ないですよ。食べることないじゃないですか。ない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 。そうなんですよ。なんか結構それってラーメンの魅力かもしれないです。なんか他の食べ物にはなくて、なんか刺激が強いジャンルのための多いんで、それこそまあ今回中本さんでこれ激辛ちょっと食べましたけど、まあ、もしまた来たらそれこそ二郎系とかでちょっといいところもあるんで、うん、はいはい、ぜひぜひ、はい、家系もっと結構味濃くてライスと合うみたいなのもあったりします。あと、まあ、一応あのオムライス出してくれるラーメンもラーメンさんもあるんで。本当ですか？いや、一応あるんですよ、マジで。そうですか。瞑想すぎじゃないですか。確かに、ね、確かに行ったら瞑想してるかもしれないけど、ね、結構ちょいちょいでそういうなんか変わり種の店とかもあったりするんで、ちょっとぜひ。いや、めっちゃ楽しかったっすね。ちょっとラーメンこれを機にね、食べていこうと思いました。お、嬉しい、マジで。そうなってくれるとラーメンサークル入ります。あ、サークルだったんだ俺。サークルじゃないですか。もう完全に個人でやったんですけど。個人なんです。完全にもうまた誘ってください。いや、ぜひぜひぜひ。いや、よかった。でもオムニーが中本気に入ってくれてよかったっす。気に入りました。めちゃくちゃ気に入りました。ぜひぜひ。あのカップ麺とかもめっちゃ美味しいんで。あ、後で買いに行きましょう。じゃ あぜひぜひちょっと、はい、あの食べてみてください。ぜひ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。本当にじゃあこの後オムニーの家でまた動画撮影するんで、そちらもオムニーのチャンネルで上がりますんで、ぜひぜひそちらもよろしくお願いします。お願いします。ごちそうさまというわけで、本日の動画も最後までご覧いただきありがとうございました。今日はですね、念願のオムライス兄さんとのコラボということで、もうオム兄がね、中本さん行ったことないらしいんで、蒙古タンメン中本上板橋本店にて初のね、蒙古タンメンデビューしてもらいました。
オムニもなんかね、ココイチの10から食べれるぐらいのかなり辛さに結構耐性あったらしくて、全然蒙古タンメンぐらいの辛さだったら食べれますよみたいな感じ。多分北極もいけますぐらいの感じだったんでね、次回はね、ぜひぜひ一緒に北極ラーメン、まあもしくはなんか二郎系とか、いやけどちょっと濃い味濃い系のやつかね。でも細麺が好きって言ってたんで、なんかちょっと細麺のいいところもなんかいろいろ一緒に行きたいところなまして。そんなわけで皆さんからいただいたコメントの方もさせていきます。すするオリジナルのラーメン屋オープンはありますか？オープンするとしたら何系かなと。濃厚豚骨豚味噌でしょ、やっぱそこは。うん、それ自体がオリジナルなのかと言われたらオリジナルではないんですけど、まあなんか自分で何かやると言ったらやっぱ濃厚豚骨豚味噌ですよね。まあ今月末ね、ちょっと濃厚豚骨豚味噌を提供するイベントを企画してますんで、ぜひぜひ皆さん今月末29、30、そして4月1日上げてください。よろしくお願いします。味付けお米ちゃんとコラボしてほしいということで、味付けお米さんね、ちょっとコラボする予定ありますんで、ぜひぜひ楽しみにしていただけると幸いと思います。というわけで今回、ね、結構本編がボリュメントで、ね、米編ここら辺でいつも動画ご覧いただけるんです。ぜひぜひチャンネル登録高評価、そしてオムニさんの方でねショート動画上がってますんで、そちらもご覧いただけると幸いでございます。もしあったらね、すするとコラボしてほしい YouTuber の方がいらっしゃいましたら、ぜひぜひコメントしていただけると嬉しく思います。ということで、こそれそれではするの公式キャッチフレーズ、蒙古タンメン中本上板橋本店さん、オムニ多分北極いけるわ。オムニさん、中本さん、ありがとうございました。